はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もですねロレックスについて話していこうと思います。今回はですね前回に続いて2部目後半のパートになっていますので、前半をまだ見ていない方はですねこの動画の後でも全然 OK ですので、ぜひ見ていただけたらと思います。簡単に前回の動画を振り返っていくと、2つお話しさせていただきました。1つ目はロレックスの歴史と偉業について、そして2つ目はロレックスのここがすごい3つの件というパートについてお話しさせていただきました。ではですねその3つの件何だったかについて簡単に振り返っていこうと思うんですが、1つ目は時計自体の堅牢性がすごいということ、そして2つ目は資産価値の硬さがすごいということ、そして3つ目は企業としての堅実性がすごいということについてお話しさせていただきました。本日はですね後半のパートになっています。今日のパートを3つに分けると、1ロレックスのおすすめモデルについて、これは私が作成した早見表を使ってなるべく分かりやすく話そうと思います。その2ロレックスのデメリットは何なのか、そして最後にまとめについて話していこうと思います。腕時計のある人生では日々時計のことをとにかく分かりやすく話すチャンネルになっています。さらにですね時計を糸口として歴史や天文学、社会学など時計以外の知識やひらめきも得られるような動画になっていますので、時計好きの方はもちろん時計初心者、時計にまだ興味がないという方もですねきっと新しい世界観を得られると思いますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ロレックスのおすすめモデルについて話していこうと思います。よくですね聞かれるんですよね、ロレックス買うならどれがいいとか友人とかによく聞かれるんですけど、まあ、そういった人たちのために向けてこれを話していこうかなというふうに思います。基本的にロレックスのモデルは大変どれもおすすめすることができます。中でも特におすすめしたいモデルには2つの共通点があります。その2つ何かというと、1つはステンレス製であること、そしてもう1つはプロフェッショナルモデルであることです。ロレックスはですね時計のラインナップを大きく2つに分けています。1つはクラシックモデル、これはドレッシー寄りな華奢なモデルが多いですね。そしてもう1つはプロフェッショナルモデルということで、ロレックスの堅牢性を十分に体感することができる強いモデルです。この2つの大きなラインナップがあるんですが、プロフェッショナルモデル側が個人的にはおすすめかなというふうに思います。でそんなプロフェッショナルモデルの中にもプラチナや金でできているものや複合式ステンレスと金を混ぜたものなんかもあるんですが、純粋なステンレス製モデルっていうのがおすすめだと思います。ではですね、じゃあそんなプロフェッショナルモデルのステンレス製どれがあるかっていうと、大きく分けて9つに分けることができるんではないかなと思います。それら9つをまとめたのがこちらの表です。これはですね今日現在2020年7月12日のステンレススポーツモデル9つの定価と平行価格、価格 .com を参照していますを並べて高騰率を表したものです。モデルはデイトナ、 GMT マスター2、ヨットマスター、ディープシー、サブマリーナ、エアキング、エクスプローラー1、エクスプローラー2、ミルガウスというふうになっています。そしてそれぞれの高騰率を表しています。で高騰率が最も高いものはやはり入手困難ということですよね。そして入手困難ということはそれだけ資産価値が高いということですよね。でそういったものを順位付けしたのが一番右側の欄になっています。デイトナが一番です。そしてエアキングというモデルが一番、まあ、比較的入手しやすいモデルになっています。ただですねあくまでもこれは今日現在での話で、時期によって変動することもあるのでご注意ください。なので基本的にはこの9本のモデルはですねどれもおすすめなんですよね。でもそれだけだとですね選ぶ時に迷うと思います。なので見やすいように表にしたのがこちらです。これはですね縦軸に先ほどの入手難易度、そして資産価値を縦軸に置きました。上に行けば行くほど入手困難度は激ムズ、そして資産価値は激高です。
そして下に行けば行くほど入手難易度は難しい、そして資産価値は高いというふうになっています。注意していただきたいのは、あくまでも入手難易度優しいではないんですよね。ロレックスのスポーツモデルである限り優しいということはありません。どんなに簡単なモデルでも入手難易度はかなり難しいと思ってください。そして資産価値はどれも高いです。その点だけは頭に入れておいてほしいんですね。で、横軸に今度は、ライフスタイル、服装のパターンによって分けてみました。一番左に行けば行くほどよりフォーマル、そして一番右に行けば行くほどよりカジュアル、スポーティーというふうになっています。ただしですね、ロレックスのスポーツ、プロフェッショナルモデルでありますので、どんなにフォーマル側に振ったとしてもタキシードにはならないですよね。どんなにフォーマル側に振ったとしてもビジネスカジュアルというのが、メインシーンになるんではないかなというふうに思います。タキシードかビジネスフォーマルとかで使いたいという場合はですね、ロレックスのクラシック側のモデルであるチェリーニとかデイトジャストとかですね、そちら辺が、まあ中心ブランドに、モデルになってくるかなというふうに思います。で、これを見るとですね、一番左にミルガウスというモデルを配置しています。ミルガウスはエンジニアのために作られた磁気に強い時計ですよね。ということでビジネスカジュアルにいいんではないかなというふうに思います。まあ、シンプルな三振ですし、まあ、ビジネスフォーマルでも結構いけるかなというふうに思います。そして次にエクスプローラー1ですよね。エクスプローラー1もシンプルな三振ですので、ビジネスカジュアルに寄っているかなというふうに思います。そして次に来るのがエアキングですね。エアキングも、ほぼエクスプローラー1とかと同じなんですが、この数字がですね、アラビア数字、そしてパイロットのための時計であったという背景からですね、カジュアル寄りに少し振っています。それでもシンプルなモデルなので、まだ中心よりはフォーマル寄りの方に若干位置しているかなというふうになっています。そして次に来るのがロレックスのサブマリーナですね。このサブマリーナはちょうど中間に来るんではないかなと思います。まあ、ビジネスカジュアルでもいいですし、カジュアルスポーティーでもいいかなというふうに思っています。そして次に来るのがヨットマスターというモデルですね。このヨットマスターは、サブマリーナとほぼ同じなんですが、まあ、色味がですね、結構こうカラーを使ってるんですよね。秒針が水色であったり赤だったりするので、ちょっとカジュアル寄りかなということでこちらに配置しています。そして次に来るのが GMT マスター2というモデルです。これもですね、カラーリングが結構豊富なんですよね。俗に言うペプシというモデルをここに配置していますが、赤とブルーということでカラーリングが多くなっていることから、よりカジュアル路線かなということでここに配置しています。そして次に来るのがエクスプローラー2というモデルです。これはですね、サイズがちょっと大きくなるんですよね。42ミリになっています。なのでよりカジュアル方向に振っています。さらにですね、2つ目の針がオレンジ色になっているので、そこもカジュアルさが出ているかなというふうに思います。で、次に来るのがデイトナ。デイトナはですね、まあ、クロノグラフということでかなりカジュアル方向になっています。そして最後に来るのがディープシーというモデルですね。これはですね、一番大きい44ミリというサイズになっています。44ミリにもなると、やはりこうスーツとか襟付きのモデル、服にはなかなか合わせにくいと思うんですよね。ということで一番カジュアル方向に振っています。こういった風になっていますね。で、今度縦方向に見ていくと、まあ、一番比較的入手しやすいっていうのがエアキングというモデルになっていて、次にミルガウスです。で、その次にヨットマスターが来て、エクスプローラー1が来ます。で、さらに一番真ん中に位置しているのがエクスプローラー2というモデルですね。で、その次に来るのがディープシーというモデルで、入手難易度が難しい3つはですね、まずサブマリーナが来て、GMT マスター2が来て、やはり一番難しい、そして資産価値が最も高いモデルというのがデイトナというふうになっています。なのでですね、これからロレックスを買おうかなと思っている方は、この表を参考にですね、まあどれぐらいの難しさの時計を狙っていくのか、例えばデイトナなんか言いますと、デイトナマラソンという言葉がある通りですね、もう何ヶ月も何年間もロレックスの正規店をぐる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 回ってですね、それでも出会えない出会えないという人が全国にたくさんいるので、入手難易度ものすごく高いです。まあそれだけに資産価値が高いというのもあります。まあそういった時計を狙っていくのか、もうロレックス早く欲しいということで比較的入手のしやすいエアキングというモデルを狙っていくのか、あるいはですね、
ご自身のライフスタイルと見比べるのがいいんじゃないかなというふうに思います。おすすめはですね、時計をどの場面で使いたいかということを意識することですね。例えば仕事で使いたいんだという人はですね、シンプルなミルガウスやエクスプローラー1、エアキングや、ロレックスのサブマリーナーぐらいまでがいいんじゃないかなというふうに思います。逆にですね、もうスーツは着ないんだと、私服で使いたいとか仕事もスーツじゃないよという方はですね、どのモデルを選んだもいいと思います。それこそですね、デイトナを目指してもいいと思いますし、 GMT マスター2なんかも素敵だなというふうに思います。はっきり言ってですね、ここに並べた9つの時計っていうのはもうどれも素晴らしくて、資産価値ももちろん高いですし、堅牢性も素晴らしい、ロレックスの素晴らしさを体感できるモデルになっているので、正規店で見かけた場合にはですね、もうすぐ買ってもいいんじゃないかなというふうに思います。一つ注釈を入れておきたいのは、ここに並べたのはちょっと独断で、これが一番代表的なかなというモデルを並べていますので、これの色違いバージョンもありますし、例えば日付がついているもの、ついてないものなんかもありますので、実際にはこの9本よりも派生系色違いとかもたくさんありますので、気になる方はですね、ぜひロレックスのホームページをご覧ください。そして4つ目のトピック、ロレックスのデメリットは何なのか。ここまでですね、手放しで褒めちぎってきたロレックスなんですが、ロレックスを持つデメリットは何なのかということについて考えてみました。なのでこの章ではデメリットになるかもしれない点を3つ紹介していこうと思います。1つ目、周りの目につく。ロレックスはですね、良くも悪くも圧倒的な認知度を誇るので、やはり目立ちますよね。特にここ日本においては悪目立ちの方向に取られてしまう可能性が低くはないんですよね。先ほど話した通り、世界的にはロレックスの評価というのは非常に印象がいいんですが、日本ではやはりマイナスイメージを持つ方が一定数いらっしゃいます。これはですね、やっぱり日本の年功序列意識というか、出る杭は打たれる的なマインドが関係しているかなというふうに思うんですが、職場の雰囲気や周りの人間関係で制限がある方にとっては、やっぱりこう使いにくさを感じてしまうかもしれないなというふうに思います。なのでご自身の環境をぜひ考えてみた方がいいかなというふうに思います。そしてデメリットかもしれない点2つ目、永久修理でない。ブランドによってはですね、自社製品であれば永久に修理することを約束しているものがあります。有名なところではパテックフィリップとか、ロレックスと同価格帯のブランドであれば IWC なんかがそうですよね。ただしですね、ロレックスの場合は永久修理と明言していないんですね。なのでもし絶版になってからですね、例えば100年後とかには修理できないかもしれません。絶版になってからですね、およそ30年間はパーツを保管しているらしいんですが、それ以降ははっきり言ってどうなるかはわからないんですよね。ただし機械式であれば、純正でなくても修理できる可能性は残されているのではないかなと私は考えています。なので永久修理でないということはぜひ頭に入れておくべき点かなと思います。デメリットかもしれない点その3、正規店でなかなか買えない。先述の通りですね、ロレックスは世界的にものすごく人気です。特にステンレスのプロフェッショナルモデルであればなおさらです。そのため正規店に通い詰めて相当運が良くないと買うことはできないんですよね。定価よりも高いお金を払ってでもすぐにロレックスが欲しいという方は並行輸入品で全然いいと思います。あるいはもう探してる時間がもったいない、この時間をもっと生産的なものに当てたいという方はですね、全然並行輸入でいいと思います。なので正規店ではなかなか買えませんよということもデメリットかもしれないことの一つです。はい、いかがだったでしょうか。今日はロレックスについて話してみました。もう一度まとめると、ロレックスがすごいところ3つの件についてお話しさせていただきました。1つ目、時計自体の堅牢性。2つ目、資産価値の硬さ。3つ目、企業としての堅実性。それからロレックスの歴史や豊富なストーリーについてお話しさせていただきました。それからロレックスのスポーツモデルのおすすめの選び方、これは表を使ってお話しさせていただきました。そして最後にロレックスを持つことによるデメリットかもしれない点についてお話しさせていただきました。有名な言葉でですね、時計の趣味はロレックスに始まりロレックスに終わるというものがあるんですよね。
ロレックスで時計好きになっていろいろな時計ブランドの時計を経験するけども結局ロレックスが最高というですね、元の鞘に収まるということを表現していると思うんですけども、私もですね実際にサブマリーナを買って時計好きになり、それからいろんな機械式時計購入していますが、やっぱりですね自然と手にが伸びてしまうのはこのロレックスのサブマリーナなんですよね。なのでまあなんとなくこの言われっていうのがわかるかなというような気がしています。それからですねロレックスにはやっぱりこう豊富な逸話とか伝説が多いんですよね。でそれはなんでか、歴史が浅いのにもかかわらずなんでかっていうと、やっぱり堅牢性と実用性がものすごく優れているからだと思うんですよね。もしこれが、まあ華奢な時計とか複雑時計ばっかりだとですね、そういった時代を変えていくような挑戦のプロフェッショナルたちにはなかなか使われないですよね。そうするとどうしてもこうストーリーっていうのが積み重ねれにくいのかなというふうに思います。なので、比較的歴史が浅い割にこのストーリーがたくさん積み上がっていくっていうのは、それだけ濃い内容の歴史を過ごすことができた。それは何でかっていうと堅牢性と実用性があったから。なのでいろんなプロフェッショナルの方々に使っていただけていたっていうことが大きいと思うんですよね。今回の動画が皆さんの時計選びの参考になれば嬉しいです。またですね、もし今回の動画が面白かったりためになったという方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録ボタンを押していただけたら非常に励みになります。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それではまた。ありがとうございました。